満月に穴を開けし物って何ですか？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、オッケー。これでやっとクリアできるよ、ガラクタおじさん。ごめんね、めちゃくちゃ時間がかかってしまって。来たよ。どうも、こんにちは。約束のコレクションは完成しましたか？約束コレクション？君は何の話をしているんだい？ちゃんと約束したのに。なんちゃって、びっくりした。記憶喪失か、時代を間違えたかと。冗談だよ。コレクションはちゃんと完成してるから。完成したものは練習グローブと素晴らしいステッキだ。商品のリストに追加しといたから、買いたい時には声をかけてね。そういうこと。ガラクタおじさんのお店に新しいコレクションが追加された。くれるわけじゃないんかーい。まあ、とりあえずガラクタおじさんの怪しい取引バッチリ解決ってことで、あとはあれやね、ウスラヌラの方になんかクエストというか追加されとるけん、それをそっちをやっていこうかな。次はとりあえずあれはもう解決やろ。はい、ウスラヌラのさまよう落ち武者の噂。これも辰巳川端南の河川敷で鎧を着た影がさまよい歩くのを見たっていう噂がたくさん書き込まれているぞ。きっと落ち武者の幽霊に違いないと怖がる人のためにも正体を突き止めようということらしいので、これを調査していきます。さまよい落ち武者の噂調査開始。クエストを進めてみよう。落ち武者の妖怪、どんな恐ろしいやつが。そうね、気を引き締めていかなくっちゃ。うん、ナビは辰巳川端南の河川敷だね。あ、いたいた。どこどこ連れてって。へいへいへい。どの辺、河川敷までやってきたけど、ここ誰猫系。あれ、ブシニャン、ブシニャンを見つけた。かわいいブシニャン。やはりいつの時代も川のせせらぎは良いものでござるな。よもやそこのご人、それがしが見えるでござるか。ようやく話せる人間であった、ありがたい。それがしブシニャンでござる。時空の門を通り過去の世から惨事をつかまつった。過去の世界から来たんだ。それでここに何をしに来たの？まあ武士やしね。ござる。武士道とは旅することと見つけたり、まだ見ぬ土地を歩くことはそれがしの使命にござる。時空の門が開くという好機、よもやそれがしが逃すはずもない。つまりせっかく時代を超えられるようになったので、記念に旅行に来たのでござる。それだけか。意外にわかりやすい理由だった。ところで、ここであったのも何かの縁にござる。個人それがしと一戦、どうでござるかな？一戦って一体何をするつもり？普通にバトルじゃない？ござる。もちろん武士といえばこれにござるよ。おう、戦闘。これは仲間になるパターンかな。いいやん、いいやん。武士にゃんが現れた。超かわ、超かわいい。ゴーゴー。ちょ、待って。みんな変化。アタック。パーフェクト。びっくりした。どこ行ったんかと思ったし。なんか武士にはサボっとるよ。武士にはめっちゃサボりよるけど。いや、いいんですけどね。ちょっとつ猛烈猛進撃。あれ？武士には消え。今のはできたのか、アタック。なんかよくわからん状態で終わってしまった。決まったんだろうか。あっぱれ、個人は誠の強者にござるな。はあ、びっくりした。なんでいきなり襲ってくるかな。ござる。なんでって、ただの挨拶にござるよ。それが仕事の武士になると、挨拶代わりに刀を交えるものでござる。他の人間にやったら、落ち武者の妖怪だ、と逃げ出すばかりでござったかな。まあ、妖怪連れてない人にやってもね。そんなことしてるから、あんな噂が立つんだよ。そうそう、それがしの時代からお土産を持ってきてるでござる。ござる。旅で出会ったものにお裾分けしようと思ってな。お一つどうでござるか。何？お、凄腕の刀を手に入れた。
ありがとう、大事に使うよ。あ、仲間にはならないんですか。うん、喜んでくれて何よりでござる。さて、この地も十分楽しめたことだし、それがし、まもなく次の場所へ食べらせてござる。次はどんな場所がいいでござるかな。奥山の神が宿りし帰るぞ。何それ、大森山のことござる。決めた、次の目的地はここでござる。ではこれにてごめん。大森山じゃない、行っちゃった。奥山の神が宿りし帰るぞ。見かけたらまた声をかけてあげようかな。大森山じゃない。武士にゃんの行き先を探そう。奥山の神が宿りし帰るぞ。まだ続いているということか。連れてけ連れてけ。ペロン。あ、これこれこれ。あ、ワンワンやってるね。おー、なんかめっちゃ。これ武士にゃん。陽気汚染を見つけた。めっちゃ吠えとるやん。めっちゃ吠えるのはいいんやけど、ちょっと待って。さあ、こい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 。蒸気水通る。ちょ、ナビワン、ナビワン危ないよ、そんなところにいたら。何してるのか知らないけど危ないよ。なんかめっちゃ時間かかるね、今回。どうした？え、何そんな強力なの？何何何何、大丈夫？ひっぺがせい。そりゃバク。どうした？陽気汚染に潜んでいたバクにバトル挑んでみますか？いや、はい、いいんですけど、武士にゃんは。武士にゃんは。武士にゃんは。全然武士にゃんじゃないし。なに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 、引きコウモリとジミーまでいるんだけど。あー、容器がない。うわー、なに？本水トールチャンス。はっ。一回離してしまった。こりゃー、本ゲットー。ナイス。ちょ、待って。はい、来た、ジミー。こりゃ、本ゲット。やるじゃーん。イエーイ。いや、待って、武士にゃんは。コンゲットはいいんだけど、しかもお金もまあいい感じやけど。ジミーのコン白とバクのコン赤。ブチコンもなんかいろいろと。いや、そうじゃなくってね。カエルの像でしょ？カエルの像に、いなくね？なに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 、どこ？そこ？あ、武士にゃん、いたちょ、ナビワン、ナビワン、めっちゃ突っかかっていく。武士にゃんを見つけた。どうも、さっきぶりね。むむ。おお、一座屋の御神ではないか。再び相まみえよ、相まみえようとは。武士にゃん、ここに旅行に来てたんだ。ござる。ふん。この山の空気が綺麗で、誠に気持ちよいでござるな。名物妖怪ガシャも見てきたでござる。名物なんや。なんとも神々しいお姿にござった。あれって名物なんだ。観光名所的な感じなんやね、あれ。ところで、それがしに声をかけたということは、抜いて良いという意味と考えて良いでござるな。また？また戦闘？何を？刀を。刀を？またバトルするの？問答無用。挨拶代わりに確保するでござる。何回戦闘だよ。どんだけ戦闘だよ。え、てかさ、さっきカエルの像の前で、陽気汚染あったけどさ、あれ別にナビはいつも、吠えたりとかしおらんやんか。あれは？痛い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 。あれは、陽気汚染は唐突に発生するものなの？なんかその辺が私にはよくわからないんですけど。いていていてい。はい、ありがとう。助かる。よし、いい感じ。あ、どこ武士にゃん？あ、いたいた。めっちゃ普通に殴り寄った。なんかちょいちょいね、見失うんよね。ディディディ。よいしょー。でもあっという間にやっつけれそう。またしても。ディディディ。そして容器があっという間になくなる。おー、勝利。これで仲間になります？武士にゃん。
次こそ。ござる。あっぱれ。それがしの刀の二度もすぐとは、個人が相手だと挨拶にやりがいがあるでござる。次からは普通の挨拶でいいんじゃない？ござる。そういえば妖怪ガシャの近くでこれを拾ったのだが、お土産にいかがでござるか？何？お、ガシャコインを手に入れた。ありがとう。いいの？ありがとう。喜んでくれて何よりでござる。落とし物やけどね。さて、この地も十分楽しめたことだし、それがしに間もなく次の場所へ旅立つでござる。次はどんな場所がいいでござるかな。白銀に染まる街並み雪だるま。過去です。ござる。決めた。次の目的地はここでござる。ではこれにてごめん。行っちゃった。白銀に染まる街並み雪だるま。見かけたらまた声をかけてあげようかな。もしかしてこれってあれかな、永遠に続くとか、そういうパターンの解決って使うのかな。え、でも一応終わりはあるよね。銀のこけしって書いてるし、引き受け中やし。まあ、追いかけますか。とりあえず、過去の世界は私まだどこも開いてなかったかな、もしかして。過去。ああ、過去開いてないや。じゃ、とりあえずあっこ通って過去に行くしかないってことかな。さあ、行きますか。雪だるまってどこにあったかな？過去。どこかしらで見たような気はするんやけど。武士にゃん。しかしこの、あ、そっか。あっこの、どこや？こっちの方向か。なんかこの辺に、あれ？どこっすかね？あれ？通り過ぎたわ。あ、すいません。あ、すいません。もしかして橋の下とかないよ。ん？どこ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 ？下よね？下よね、やっぱり。この下ってこと？あれ？どこですか？あ、こっちからか。こっちから、なんかこの辺に、あ、おったおったおった。どうもー。ヘロー。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば、遠いところにもひとっ飛びでございます。さ、これでとりあえず運河駅を一体目覚めさせれた。雪だるま。この広い中探し回っていくということですか。これじゃね、雪だるま。この辺じゃね、違う、何もおらん。ねえ、ナビワン。あ、吠えてる。ということは、はい、武士にゃん。はい、武士にゃん。おったおった。武士にゃんを見つけた。さあ、次こそ解決と。うん。おお、いつだやの御仁ではないか。再び愛も見えやと。武士にゃん、ここに旅行に来てたんだ。ござる。それがし、あまり雪を見慣れぬゆえ、とても楽しんでいるでござる。少し古い感じの街並みも風情があって良いでござるな。古い感じがいいって、自分は武士の妖怪なのに。ところで、ついに三度目となったが、いつものあれをやっとくでござるか。やっぱりあれをやらなきゃダメか。ござる。もちろんでござる。それが武士の生き様というもの。覚悟。さあ、三度目ですけど。さ、三度目ですけど。どうなんすか？バトルスタートー。行くぜ。そりゃ。あ、容器がない。もうね、結構ね、スキルアップしたけん、容器を吸い取るスピードがね、だいぶアップしたんよね。嬉しいことに。は、あれ、ブシニャンの声かな。かわいい。あ、ござるって言うけん、そうやね。あれ、私別の人になった。勝利ー。
イエイ。最終的にケイタめっちゃ遠くに行っとるけど。ござる。あっぱれ。それがしを見ても打ち負かすとは。個人には武士の才能があるでござるな。武士の才能は別に嬉しくない。さて、毎度おなじみのお土産タイムでござるが、毎度おなじみござる。今回はご利益のある玉を手に入れたでござる。ご人も記念にお一つ、どうでござるか。何？大経験値玉も手に入れた。おー、いいやん、大。ありがとう、大事に使うよ。喜んでくれて何よりでござる。さて、この地も十分楽しめたことだし、それがし、まもなく次の場所へ旅立つでござる。一応もうこれで過去、現代、未来全部言ったけど、次はどんな場所がいいでござるかな。満月に穴を開けし者甘美かな。ござる。決めた。次の目的地はここでござる。ではこれにてごめん。何それ何それ、行っちゃった。満月に穴を開けし者甘美かな。見かけたらまた声をかけてあげようかな。なんだか終わりなんてないような気がしてきた。満月に穴を開けし者甘美かな。満月に穴を開けし者、何、どういうこと。今回の全くわからないんだけど。え、今回のは全くわからないんだけど。満月に穴を開けし者とは。満月に穴を開けし者って何ですか。甘美かな。ちょっとどこかわからんけど、とりあえず霞台にワープします。どこかしらにね。ありがとうございました。どうも。どこかしら街中に、とりあえず桜木ヒルズの方向に行ってみまして、こっちか。なんかすごいいろんな時代をひょい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 行かれるけん。え、どこなんやろ。辰巳川端？辰巳川端来た。とりあえずそっち行ってみる？辰巳川端北に来たけど、どこかしら。駄菓子屋、コンビニ、バーガーショップ。辰巳川端南。辰巳川端南。これバーガーショップやんね。この辺とかは、違う。満月に穴を開けし。難しい。まあ今とりあえずドーナツ屋さん探してるだけなんやけどさ。ドーナツ屋さんってどこにあったっけ？どこで見かけた？でもこんなところやったっけな。新元町商店街。新元町商店街？でもそっちの方向行けんやん。行けんやん。それはあれですか、もしやすぐには解決できないあれですか。ほら行けんやん。今はそちらへ用はないはずですよ。武士にゃんに用があるの私。武士にゃんに用があるのよ。ってことは今すぐ解決できないということじゃないか。なるほどね。もうなんか5回ぐらい戦いをしたら仲間になってくれるんじゃないかなと思ったんだけど。なるほどね。今はいけないと。そのうちいけるかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で。なんてこったい、いけないじゃねえか。今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、またなんか中途半端な感じで終わってしまったけれど、次はじゃあ、あれか、本編を進めていけばいいということかな。頑張っていこう。